はい、皆さん、こんにちは。あいじできてる。今回もね、ブルーです。えー、ブルーのケイちゃんなんですけどもね、今回みたいな、えー、話題を話すときにはですね、もう本当にね、ブルーな気持ちになっちゃいますね、といったようなお話なんですね。えー、でですね、まあ、あのー、私もね、何本か動画を配信させてもらいましたけども、例のね、スシローペロペロ。 え、に関するですね。まあ、結局はそのお店に対するね、あれは飲食業界ですけども、お店に対するその迷惑行為ということで、そういったようなことをするとね、えー、結局その、えー、お店だけじゃなくて、業界全体に対するね、その迷惑行為ということで、えー、利益がね、失われるとかね、そういったのは非常に大きな問題になりましたよね。で、えー、もうあの、スシローペロペロくんの話題に関してはですね、毎日もいろんなね、 え話というかですねいろんなニュースが上がっておりますし、まあ、なおかつねスシローに関してはですね、えー、もうね、えー、逆にその頑張ってくださいって営業頑張ってくださいっていうようなことでね結構そういったような、まあ、どちらかというとね温かい言葉というかそういったようなこともね SNS 上なんかでは結構ね、えーこうえー、まあ励ましじゃありませんけれどもそういったような言葉がにぎわ,にぎわっておりますけれども まあそういったな観点でですね、まあ飲食業界ではないんですけども、なんか昨日ね、とんでもない記事が出てたね、ということで、<coughs> 今度ね、ごめんなさい。やっぱりね、そのお客さんに対する、というかお店に対するね、迷惑行為ということで、今度はね、銭湯。あのね、まあ最近はね、スーパー銭湯とかそういったようなこともなんか日本でも結構ね、多いですよね。で、あの皆さんにもね、前一回ぐらいかな、ちょっとね、え、ー サ確かサブ,チャンサブチャンネルでちょっとね、えー、ご紹介したことがあるんですけど、あの、バンコクにもね、銭湯があるんですよ。そのスーパー銭湯みたいなね、えー。私が知ってる限りにおいてはね、2カ所か3カ所ぐらいあるんですよね。まあちょっとね、そういったようなね、過去動画なんかも上げ、あげときましたので、もしね、ご興味のある方はご覧になっていただければなっていう感じなんですけど、まあそういったようなね、 え今回はですね、この京都にあるですねえ、銭湯で初音湯っていうようなところがあるらしいんですけども、そこでね、とんでもない話がね、やっぱりね、ツイッター上でね、えー、動画がね、公開されていたようですね。で、どういったような話かというと、もう迷惑行為で、とんでもない迷惑行為だけど、多分観光客の若い、えー、女性の3人組らしいんですけども、 なんとですね、そのね、湯船の中が何かわか,からないけど、いずれにしてもその銭湯でですね、赤の毛染めをね、観光していたみたいなね。 要は、毛染めをしていたっていう話なんですよ。でね、あの、私もね、たまに日本に帰った時はよくね、まあ家族と一緒にね、そのスーパー銭湯だとかね、えー、例えば温泉行ったりだとかね、えー、そういったようなことでよく行ったりするんですけども、必ずね、あの、まあ、こんなようなやつがね、貼ってありますよね。えー、今回のね、その初音夜さんでもね、こんなようなね、えー、実際にその掲示板をちゃん、掲示帳にちゃんとしていたようなんですよね。まあ今ご覧になっていただいている通りね、紙、えー、染め禁止だとかね、当然ね、それはね、 え、銭湯の立場から言えばですね、そんなものをね、えー、けめのね、えー、もの、ことなんかされたらね、後からそのね、掃除するの大変じゃないですかっていうようなことにもかかわらずですね、今回そんなような、そんなようなことを観行したですね、実際の若い女性の3人組がいたらしいんですね。で、えっ、ー、とね、まあ本当にね、こういったような迷惑行為っていうかね、 結局ね、今回の被害に遭ったのは、この京都にあるですね、初梅湯さんというね、銭湯の営業されてるね、とこなんですけども、こういったような迷惑行為がされて、なおかつこの SNS で配信されることによって、本当にね、なんていうのかな、またね、この営業所ね、 なんかね人によってはねその常連さんであったような人がやっぱり他の銭湯行こうかなっていうことにもなることも可能性もありますよね。はっきり言ってねこんなようなとんでもないやからに関してはねもう訴えるべきだよね。どんどん本当にね訴えることによってこういったことはなくさないとねどん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 日本のそれこそね、まあ、大きすぎる話かもしれませんけども産業界がね痛むというかですね傷つけられるみたいな話だと思いますね。私もこの記事ね昨日見た時に本当に怒っちゃいましたよね。 まあ、というようなことでね。ただ、ちょっとね、あの、不幸中の幸いじゃありませんけども、やっぱりね、常連さんの方はね、いい人いらっしゃるんですね。というのもね、なんか常連さんの方がいらっしゃって、えー、その3人組に対して注意をしたらしいんですよ。なおかつ、このね、えー、常連さんに関してはね、えー、その、 えー、何その毛、あの毛染めをしたような飲料かなんかね、えー、実際の、えー、そういったようなね、なんかね、もうタイルもね、赤くなっちゃったらしいんですよね。それをなんかね、洗い流すっていうようなこともね、えー、してくれたみたいなんで、えー、この初音誘のね、えー、方もですね、この常連さんに関しては大変感謝してます、みたいなことが書いてありますけどもね。うん、まあ、それにしても、ひではね、この3人の女性の、女性の3人組。まあ、若い人っていうことだからね、何にも考えてないと思うんだけど、 でですね、このね、常連さんがやっぱりね、この注意したらしいんですよ。注意したらね、えー、その3人組のね、えー、1人がね、またとんでもないことを言ってたらしいんだよね。えー、なんかね帰りに、帰り際にですね、この常連さんの方がね、再度注意したらしいんですけども、そうしたら3人組の1人の人が、でもカラーシャンプーですから。 てんてんてんみたいなこと言ったらしいんだよねふざけんなって感じだよね本当にね何がカラーシャンプーだよ毛染めしていたことにはね変わりねえだろうっていう感じなんですけどカラーシャンプーなんですからいい加減なこと言ってそれで足し去ったらしいんですよね なんでこれね、捕まえないんだよ、捕まえないんですかっていう感じですけど、これ本当にね、お店の方には勇気出して訴えてほしいよね、こういったことに関してはね。それこそね、さっき言ったように、これ SNS で拡散されちゃってですね、この初音湯というですね、この銭湯の営業に関して、それこそね、スシローじゃありませんけども、営業、影響が出てね、それこそ売り上げが下がるって言ったら、その、いくらぐらい売り上げが下がったっていうことの、逸質利益に関するね、して、絶対これを訴えるべきですよね。 絶対にそういったようなことをしないと、まあ、こういったような迷惑行為っていうのはいつまでたってもですね、えー、なんか収まらないっていうかねさっきこちらでお見せしたようにちゃんとねこういったことで掲示してあるんですよ。紙染め禁止っていうようなことにもかかわらずですね平気でやってるこの3人組というようなことだったらしいですね。いや本当にね頭くるなっていうようなに、えー、もうニュースですよね。 で、えー、このお店というかですね、この銭湯の,この初値湯さんなんですけども、具体的にね、まあ、さっき言ったその常連客の、ね、お客さんに関しては非常に感謝しました、ありがとうございましたということらしいんですけども、ただね、えー、とね営業の終了時間は、ね、午前0時なんですっ、ね、て、でえーそのまあ、営業終了してからかなんか分かりませんけども、えー、清掃には、ね、4時間程度かかりましたっていう話なんですよね。 まあこう、さっきも言ったように、こういったようなことが SNS で拡散されることによって、営業に影響はね、影響が及ぼすね、かもしれないですよね。もしそういったようなことで、異質利益みたいなことが出る。 え、ようであればね、その、逸失利益プラス、この4時間かかって、当然これ人件費がかかってるわけですよね。えー、その4時間、作業したわけですから、余分な作業をさせられたわけですから、そういったようなことの4時間分というかね、それ以上の時間のね、人件費をプラスしてですね、その移出、逸失利益プラス人件費4時間分ということで、これ、損害賠償を起こすべきだよね、はっきり、はっきり言ってね。まあ、金額がどのくらいになるかわかりませんけれども、万が一ね、えー、今回のことで、 お客さんが減るとかそういうことになったら絶対するべきだと思いますけどね。まああのこの初音油さんに関してはすでにねもう清掃されたということで、えー、具体的にもうアナウンスをしているみたいなんでまあそんなにね え影響はないのかなっていう気はいたしますけどもでも可能性としてはね売り上げが下がる可能性ありますよねもし下がったのであれば具体的にこうやって計算してねいくら下がったよってことでこの3人とっつかまえてねえ裁判を起こすべきですよねというふうに私は思いますけどねまあいずれにしてもねひどい話だよねまああの例のスシローペロペロくんのね話があまりにも話が大きくなっちゃったゆえにね こういったような迷惑行為というようなことがね具体的にこうやって脚光を浴びるようになったと思うんですけどね以前にもこういったような行為ってねいっぱいあったと思うんだけど やっぱりね、その、えー、その業界に対する、お店に対するね、この迷惑行為が、今現在、小さなことであったとしても、脚光を浴びるようになったってことなんで、まあ逆に言うとね、もうどんどん脚光を浴びせてですね、もうこんなようなとんでもない輩に関しては、徹底的に取り締まりじゃないけど、徹底的にね、もうね、こうやって叩いてやればね、本当にね、 というような感じですよね。というような記事が、え実はこれ昨日上がってきました。ということで私も見てね、なんだ、また、また、まん,まんとんでもないやつがいるなと思ってですね、もうね、これがね、ブルブルブルという、ブル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 というかね、怒り狂ってましたけどね。まあ、そんなようなことで、別にあの皆さんにあの怒りをね、あお煽ろうとは思ってませんけど、まあ、こういったような話があったということでね。まあ。 まあでもね、こういった話があったんで、やっぱりこういったことはダメだっていうことはね、やっぱり私もね、話をしたいなと思いました。まあ私なんかね、こうやって話をしたことによってもね、そんなに別にそんな大きな影響力があるわけではありませんけれども、多少なりともね、このえ YouTube を通してですね、影響があればそれはそれでね、いいんじゃないかなと思ってね、配信した次第です。 はい、えー、一応ね、この記事の概要に関しては、また URL ね、概要欄に貼っときますので、ぜひご覧になっていただければな、という感じですね。でも、いずれにしてもですね、この、えー、初年さんの、えー、オーナーの方、もしくは従業員の方、大変ね、ご苦労様でした、というようなことをね、えー、ぜひお伝えしたいなと思います。はい、今回もありがとうございました。ではね、皆さん、バイバイ。